こんにちは、荒木和弘です。6月30日、こういう本が出版されます。凡聖者からでよその国という本です。三浦小太郎さんの編著ということで、これはあのカネダ達也さん、田中みのさんお二人についてですね、あのまあ書かれた本なんですが、そのメインとなっているのはあの演劇、まあ劇曲ですね。 えー、よその国去年の11月に、えー、都内で上演されました劇団「こむしこむさの」の、まあ、野村勇さんがあ、まあ、原作でですね、えー、そして、まあ、実際中にあの北朝鮮の指導員役でも出演しておられます、えー、まあこれはあのー、私たちと一緒にやっております法律家の会 の事務局長をされてます土田章一先生からですねあの自分の仲間がこういう演劇やるんだという話をお聞きして、まあ、非常に興味を持ってですあの演劇を見ました、えー、まああのすごい静かな演劇なんですねこう立ち回りみたいなものがそれほどあるわけではない、えー、でも非常にこう染み込むような、うん、中身の、えー、ものでありました で、これもただ、あの、11月の2回ですね、午前、あの、1日だけ、午前午後の、じゃあね、午後と日夜の上演だったんですけども、1回だけで終わらせるのはもったいないというふうに思いまして、まあ、その後いろいろ、まあ、あの、野村さんなんかとも相談をし、えー、そして、えー、今回まず本としてですね、えー、この、えー 台本を全部、えー、載せまして、それから、えー、私と、からあのこの田中稔、金田辰光問題の、えー、まあ第一人者である調査会の岡田和則常任顧問、えー、そして、えー、調査会の副代表2人ですが、元家族会事務局長の増本輝明さんと、現在、特定失踪者家族会事務局長の竹下珠さん、えー、そして三浦さんの 座談会またこの11月の芝居に出演された方々のですねあの座談会そしてまたあの私の書いたもの岡田さんの書いたものそして三浦さんの書いたものということで結構盛りだくさんになりました。 えー、で、三浦さんの編著書ということで発売をされるわけですけれども、まあこういう四角いですね、あのちょっと変わった形の本です、えー。これ見開きじゃなくて、これをだから開くとあの横長になるんですね。えー、そういう本で、あのー、まあ中身は、えー、結構あると思います。で、まああの、お願いしたいのはぜひこれをですね、広げていただきたいと。で、この本はですね、オンデマンド出版ということで、 あ,のあれが、えっと、本屋さんには出ないんですね、えー、インターネットでアマゾンなんかで注文して、えー、そしてあの届くというものです、えー、ですから、まあ、あの本屋さんにドカッと出してこうバット買って、えー、でこう広がるっていう種類のものではないんで、えー、その分はちょっとハンディがあるんですけど、まあ、その代わりこのオンデマンド出版っていうのは絶対にあのデータで残すわけなんでですね えー、絶版にはなりませんですからまあ,あのいつでも必ず読めるという種類のものでもあります、えー、私の,あの希望作戦発動というのも同じように、えー、この万宣者から、えー、オンデマンドで出していただいた本です 田中さん、金田さんの問題というのはもう去年からいろいろこの日本政府が突き返したということで問題にはなっています、でもう少なくとも、まあ、その時どうだったかということももちろん検証しなきゃいけないんですがやはりでも少なくとも北朝鮮が取りあの返せるというふうに言った人なんですからまず取り返さなければいけない。 といいう,うに思います、えー、ともかくもう誰かでもどこかでもですね帰ってこれる人を取り返すということが今一番大事なことであろうというふうに思いますそういう意味で是非、えー、このよその国、えー、読んでいただきたいと思いますでですねあの可能であれば 各地の劇団で、これをですね、あのやっていただけるところがないかなというふうに探してます。でそんなあの難しいことを考えなくていいんですよ。今度7月8日ああの拓大で 予備役ブルーリボンの会の会シンポジウムがありますでこれはまあよ,そのよその国から考えるまあ拉致問題ということがテーマなんですけどもこのよその国のまあ後半部分、まあ、あの最後の方ですねの部分を朗読劇でやりますこう実際にあの衣装を着て動いたりするわけじゃないです朗読だけなんですけども朗読劇でやってみるということでぜひ皆さんあのおいでいただければと思いますこれ一回、まあ 労働組合をですね、あの秋田で、えー、この集会をやった時ですね、えっ、ー、と5月1日だったかな、えー、やった時にあの野々地の市会議員の 小野さんがこれを読んでくれてですねあのこれも非常にうまかったんですけども今度はそれぞれの配役ごとに読む人が変わります少し豪華になりますということでですねこれぜひご覧いただきたいと思いますでなおかつこの本の中に三浦さんの原稿でですね えー、このよその国と、そして「めぐみへの誓い」の比較のようなことが書いてありますが、まあ、今回、この出版には、「めぐみへの誓い」の制作委員会からもご支援をいただいて、えー、作ることができた本です。ごご覧いいいいたたただきとと思まます、えー、今日もありがとうございました